ジグムンとブルブレフスキブルブレフスキとオルシェフスキを記念したと聞いたジグムンとフロレンティブルブレフスキはポーランドの科学者、物理学者。低温物理学のパイオニアで1883年にカロル・オルシェフスキと共に酸素、窒素の液化に成功した。当時ロシア領のドノに生まれた。キエフ大学で学んだが1863年の1月放棄に参加して、 6年間の亡命生活を送った後、ベルリン、ハイデルベルクで研究し、ミュンヘン大学で学位を得た。ストラスブール大学の助教授になり、1880年に、ポーリッシュアカデミー・オブ・スキルズの会員になった。ヤギエウオ大学の物理学の教授となって、カロル・オルシェフスキと共に、機体の液化の研究を行った。1882年に二酸化炭素のハイドレートを発見し、 1883年3月29日酸素の液化に成功し、同年4月13日に窒素の液化に成功した。1888年水素の実験中に事故で火傷を負い、クラックフの病院で没した。ありがとうございます。